膝は問題なく、はい、気にならない状態にはなってます。そうですね、まあサッカーに取り、まあ、向き合ったというか、まあ、自分がサッカーを好きだということを再認識できましたし、まあ、サッカーを、まあ、プロとして追求していきたいみたいな気持ちにはこの期間に、まあ、なったので、まあなんかある意味変な、まあ、迷いは別に元からなかったですけど、自分の行く道が定まったというか、そういう感覚にはなりましたね。まあそのゲーム感のところと連続動きの連続と強度と、まあ、まだまだ課題はあるので、まあそれをこのキャンプ期間に本当に少しずつ自分の中で、まあ、積み重ねていっていい状態に持っていけるんじゃないかなとは思っています。はい、60% ぐらいですかね。こう、まあ、ゲーム感覚とかも全然ですし、こうみんなと合流しながらこう徐々に上げていきたいかなと思ってます。メッセージとかもそうですし、チームメイトのプレーもそうですし、家族もそうですし、まあ、たくさんありますけど、まあ、こうチームが温かくしてくれたっていうのが一番大きいかなと思います。自分に対して、まあ、貢献したいっていう思いが強いので、あとまあ復活して、まあ、たくさんの人にこう力をもらったので、自分がこう少しでもそれを人に与えれるように、そういうシーズンにしたいかなと思います。まあ、去年の立ち位置的にも、まあ、自分が、まあ、あまりこう試合に絡めなかったりっていうポジションの中で、まあ、足りてないものって言ったら一つところじゃないと思うので、何がってよりかはもうすごくいいプレーっていう一つ一つをそう盗んで自分のプレーにしていくっていうところが自分の課題というか、このキャンプでやるべきことだなと思っています。やっぱ自分も一員として本当にチームの目標っていうものに貢献し続けるというか、常にこう自分もコンディション不良とか怪我とかもなく1年を通してチームとして貢献できるような、それが試合に出てるのか出てないのかっていう、やっぱ出ればベストですけど、そういったところ関係なく自分がこのチームに対する思いも含めて貢献できるような1年にしていきたいなと思っています。